粗品です。せいやです。うん、いらっしゃい。おじゃる丸クイズ。いやーおじゃおじゃる目回るね。何がやねん。目回るおじゃる丸。おじゃいや今日なんかえらい元気っすね。いや元気ちゃうねん。もういやめっちゃ元気やんか。寝てないからはいというかね、この続いてますからめっちゃ元気やんか。この YouTube だけだから。現場着いた時に疲れてる。おじゃー収録の合間で疲れたって言いながら始まるからな8本。いやほんまでもすごいで、毎日更新。もう俺らだけやで。何がすごいよ。首脳のようなね。首脳のような。ええ、おじゃる丸クイズなんで。やろうぜ。出てるから俺ら、おじゃる丸。ほんまやな。出とる。えぐ、つるなとつるやで。つるなつるやで。出てますか。ほんまや。じゃあ、どっちがやるか。はい、しようか。オッケー。おじゃる丸に、使え。早っ。押しててんけどな。電ボ電ボよし。これはいかれた。やばい。電ボやばいな。俺ら早いからな、早押しな。早っ。おじゃる丸と。はやっ。カズマ。うわ強い。やばい。よしよしよし。こいつおじゃる丸強い。強いぞ。マジかよ。調子でわかるから。おじゃる丸、ま、はやっプリン。あー好物な。よしプリンが消えるぞ。やばいやばいやばい。おじゃる丸が手に持っているものは。やばいな。あ、なんていうの、尺。まあ、尺。いや、今日全部行かれるぞ。行くぞ。1個ミスったらやばい。運動神経抜群で、え？サッカー好きである。うわ。おじゃる丸の兄貴的存在であるカズマの。おお、カズマの。え？なんか分からん。あいつ誰や？金ちゃん。あれそうやんな、ちゃうよな。おじゃる丸の兄貴分のカズマの趣味は。わか、え、それちゃうな。カズマの趣味あれ何やっけ。わからん。映画鑑賞石集め。おっしゃ、ほんまや。カズマ石集めてたわあいつ。カズマお前髪型変やぞ。アニメやろ。カズマたちが住んでいる町の名前は。何やったっけ。フレッシュタウン。いや俺の地元。あ、お前じゃん。河野池神殿フレッシュタウン。一番ダサいキャッチフレーズな。ね、いや、わかるわかる。沢野町。ああ、いやそんなんやってん。 JJ ユーズ。いや俺の隅の道の遊ぶとこな。よう覚えてんなお前 JJ。 え、沢田町。沢村町。なんとか町やろ。そこ沢の森。なんやったっけ。沢やん。沢やん。何やったっけ。サワホマレ。いや、サワ追ってるか分からんで、ね、ヒント、最初の文字ゲ。なんなゲゲゲ月光町。あー月光町。我ら月光町小さいものクラブって歌ってたわ。お屋敷の池で溺れて。早っ。あー、いや、これお前分からんぞ。キスケ。よし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 、聞こ聞こ聞こ。お屋敷の池で溺れて水が苦手になったおじゃる丸は、その結果何が大嫌いになった？覚えてへんもんやな。あんな見てたのに。水が大嫌いになって、あ、お風呂。オッケーオッケーオッケー。いいね。あったかも。カズマ。あったわ。やじゃやじゃってお風呂嫌がってたわ。なねえ。ええー、勝負やな、おじゃる丸。いい勝負や。コウニトリオ。もう行くしかない。
アオベゴンスここで行くよ俺は。ほら公平に聞いたらええのに。キスケいやでも分からんからな。高2と。もうでもほらリードしとかな。そうやな。すいません茜分からんで。あたい！いやいやええわ語尾とか一人称とか。何高2トリオの名前すべて何やねんおい茜、青部、キスケ飛ばせよおい、出てさ飛ばせっていう問題やったんですけど、まあ出たんでとか。いやいや、ないよそれ。ないんかね、そういうのないっすよね、別に。残念な現場残念現場やん、今日。何残念現場、千年源氏みたいな月光町に残響参加みたいな、お前残響でええよ。月光町に住む小さいちっちゃいものクラブ我ら我らちっちゃいものクラブで我ら我ら主人。月光町に住む小さい生き物たちで結成されたグループの名前は。え、ちっちゃいものクラブやろ。ちょん月光町ちっちゃいものクラブ。いやいやいや噛み合わんないやそのね残念現場千年源氏みたいな。北京源氏みたいな。オープニングテーマ北島三郎。よし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 。うわいい、はあ、やばい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 。いいぞ。話されてる。お、話してる。青べはゴミゴンス。よしよしよし、俺のゴンスや。お前のゴンス。危なお前のゴンス。おじゃる丸を追ってやってきた。なんやっけそれ。エンマ大王様の尺を取り返すため。オッケーカキーン。へえ、なんやっけそれ。よし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 。そうか、そうか。問題、ラスト。え、ラスト勝ちない、もう。二問ない。そんなもん。おじゃる丸の大。早っ。プリン。プリーン。プリン。ここでプリン来たか。ここでプリン来た。いや、おもろかったね。おもろいな。おじゃる丸世代やね。基礎的なもんは見てましたね。どうでしたか今回クイズ。時間余ってるけど、その早めに答えすぎた大将。ピボーン。よいしょ。鶴屋です。あたしょ。皆さん高評価そしてチャンネル登録お願いします。